水路監視停整理に搭載された最初の商業的なアジポッド出力1.5メガワットフィンランドのトゥルクのフォルム海事博物館に展示されているユートシーュシーマシュノーのアジポッドアジポッドとはアセアブラウンボベリが開発生産するアジマススラスターのブランド名である原型はフィンランドのバルチラ造船所の船舶推進部門が 電気推進のアジマススラスターとして開発した。2010年の時点で94隻の船舶が1機、または複数元のアジポッドを搭載しており、その総計は201機である。抵抗の小さなポッドの前にスクリューを置くことにより、1990年代当初は在来型と比較して燃費が9%程度良かった。 在来型の改良等によって一時6%から8%台に縮小されていたものの、アジポッド周囲の流れに対して、流体力学に基づいたフィンの搭載、コンピュータによるポッド運転角度の最適化などにより、現在の全体的な燃費の差は18%に達する。在来型のスクリューの燃費を改善する工夫の一つとして、CRP アジポッドがある。 これは従来の固定式プロペラの後部に反対方向に回転するアジポッドを備えたものである。これには水流の回転を相裁して推進効率を高める効果があり、マイズル・オタルンに就航するフェリーであるハマナス、アカシアにはこの CRP アジポッドが装備されている。競合する製品の一つとしてクイーンメリー2で使用されている。 ロールスロイス社のマーメイドアジマス推進機などがある。船体に搭載しているエンジンからの動力をギアボックスで方向を変えてポッドのプロペラに伝達している従来のアジマススラスターと違いアジポッドではエンジンの動力を電力に変換しポッド内の交流モーターを駆動させている。そのためギアによる伝達損失がなく信頼性も高い。 さらに、長大な伝達軸を配したことにより、船内の機器配置の自由度が高まり、線形を流体力学的に最適化することが可能になった。アジポッドへの電力供給は、ポッドがどの方向を向いていたとしても供給できるように、スリップリングを介して行われる。また、アジポッドは固定ピッチプロペラを使用するので、交流電動機に供給する交流電力も、 周波数と電圧を VVVF インバーターで制御して回転数や回転方向を変えることによって推進力を加減する。アジポッドは前後進とも同速度で運転可能で双方向推進線という概念が1990年代にアジポッドの共同開発を担ったバルチラ造船所によって開発された。これは一つの船体に二つの船首を取り付けるという もので、片方は、砕氷機能を備える選手。もう一方は、通常のタンカーとしての選手を備えるものである。アジポッドは、関係機関から承認された対抗理性を備えた、ポッド式推進機であり、アメリカ沿岸警備隊の砕氷船に使用されている。例もあるが、ロールスロイスが提供する、マーメイドポッド式推進機も、対抗理性を備えている。 最初にアジポッドを搭載した船舶は1990年に搭載したフィンランド海事局の水路監視艇の整理である。この船舶は2013年時点でも残っているが、推進機は乾燥され、初代の推進機はフィンランドのトゥルクのフォルム海事博物館に展示されている。小型のアジポッド C 設計では問題があまり発生していないのに対し、 大型のアジポッド V 設計は就航当初、複数の航海の中断をもたらした。2000年に発生したカーニバルパラダイスの推進時空受けの問題に起因する航路逸脱事故以降、アジポッド搭載船舶には改良が実施され、非常に良好な結果をもたらした。最新設計のアジポッド X ではこれらの改善を取り入れたことにより、 整備周期は5年を見込んでおり、軸受けに関しては、通常の接岸時に内側から修理できるようになっている。アジポッド X 例を搭載する主要な建造途中の船は、アイーダクルーズ向け3250人乗りの客船と、セレブリティリフレクションと、ノルウェージャンブレイクアウェイ、ノルウェージャンゲータウェイの4隻である。ありがとうございます。